ございます。頑張ってくださいね。一緒に帰ろうと思いまして。よかった。それでは帰りましょう。私の誕生日覚えてるんですか？本当？嬉しいです。あ、一緒に帰るわよ。それじゃあ帰るわよ。私、この公園によく散歩に来ます。はい、行きましょう。少し休みませんか？よかった。楽しかったです。はい。一緒に
と一緒に帰りませんか？やった、それじゃあ一緒に帰りましょう。あ、今帰り？そうね、お隣同士だし一緒に帰りましょうか。バレンタインだね。毎年のことだが全く参ってしまうよ。ほら見たまえ、今年もあれだ。処分に困ってるんだ、よかったら半分持って行ってくれないか。欲しかったらいつでも言ってくれたまえ。それじゃあまた。あ、はい、チョコレート。どうか分かりませんが、よろしければどうぞ。ぼーっとしていて気がついたらたくさんのチョコを溶かしてしまいまして、それは開けるまでの秘密です。では失礼いたします。あ、これチョコレートです。これ以外のチョコレートはもらってもいいけど、絶対食べないでくださいね。本当？絶対約束だよ。それじゃあ、これ受け取ってください。あの中に、 いえ、何でもないです。失礼します。チョコレートよ。これを食べて出た症状をレポートで提出してね。それじゃ失礼。あ、チョコレートよ。バレンタインは大変だわ。たくさんの人に配らなきゃいけないから。たまにはそういうのもいいんじゃないかしら。いいじゃないの。忙しいからもう失礼するわ。あの、これ、あの、受け取ってください。恥ずかしい。
合です。え、私に何か用？用件を早く言いなさいよ。あら、残念だわ。その日はちょうど空いてるのよ。私に命令するつもり？さっきのところでいいわ。用が済んだならもう切るわよ。図書館で勉強するととても集中できますよ。報われぬ努力を。私も今来たところよ。それじゃあ散歩でもしましょう。うん、行きましょう。綺麗な池ね。なんとなく落ち着かない？があるから一緒に座りましょう。今日はとても楽しかった。また今度誘ってね。それじゃ帰りましょう。何の推挙か知らんけどさ、お前と話がしたい女の子を連れてきたぜ。そうかい、後で後悔しても知らないぜ。おい、話つけたぜ。じゃあ俺は教室に帰るからな。アリアとは失礼ね。あれはわざとじゃなくてちょっと急いでたから。ヨシオくんから聞いたんだけど、あなたっていろいろと遊ぶところ知ってんでしょ。今度さ、どっか連れてってよ。なあ、いいじゃんか。お願い、どっか連れてって。約束してくれないと大声で泣き出すわよ。本当？超ラッキー。絶対よ。約束だからね。じゃあ電話待ってるから。
すみませんでした。準備に時間がかかってしまって。おう、俺様にぶつかっておきながら一言もなしたな。覚悟しやがれ。なかなかやるな。仕方ない。番長様にご報告だ。別に待ってないわ。時間通りだから。頭を休めるにはまあいいかもね。しょうがないわね。割といい景色ね。いい考えが浮かんできそうよ。気が利くわね。たまには息抜きもいいわね。時間が空いてればね。それじゃあそろそろ帰るわよ。一緒に帰ろうと思いまして。よかった。それでは帰りましょう。そういえばもうすぐ春休みですね。何か予定はありますか？私も特にないので読書でもして過ごそうかと思っています。バレンタインのお返しは持ってきたのかね。ほう、まあ頑張りたまえ。は、はい、何のご用でしょう。
礼します。
別に待ってないわ。さあ行きましょう。おう、俺様にぶつかっておきながら一言もなしたな。覚悟しやがれ。また私の虜が一人。なかなかやるな。仕方ねえ、番長様にご報告だ。お前の今の学力なら一流大学も夢じゃないぞ。そんなことはございませんよ。私も今着いたばかりですから。桜が咲いているのですね。よろしいですよ。それでは参りましょう。とても綺麗ですね。思わず見とれてしまいます。あ、ぶつかってしまいました。本日はありがとうございました。はい、私でよろしければ喜んで。それでは一緒に帰りましょう。